こんにちは、手相メンタリスト高文と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。本題に入る前にお知らせをさせてください。この度新たに人相学を勉強し始めました。手相の知識だけでなく、あらゆる観点から目の前の人を導けるようになりたかったからです。まだまだ勉強し始めたばかりですが、その勉強日記という形で新たにサブチャンネルを開設させていただきました。人相に興味がある、一緒に勉強してみたいという方はぜひ概要欄にそちらのチャンネルのリンクを貼っておきますので覗いてみてください。手相をご自分で見るときのポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。それでは解説に移っていきます。本日は困った時に不思議と人から助けられる幸運な人の相というテーマでお話しさせていただこうと思います。それを表す相は小指の下あたりの膨らみ、月球と言われる部分に現れる線がそのようなものになります。まず最初に月球の説明からさせていただき、幸運の相はその後に紹介させていただこうと思います。本日もぜひ最後までお付き合いください。まず月球は神秘の丘とも呼ばれていて、こちらに膨らみがある方は想像力や空想力が豊かで鋭い感性の持ち主とされます。弾力があり、他の手のひらと比べて盛り上がっている場合が膨らみがあるとして認識してみてください。神秘の丘に膨らみがある方は芸術や文学の分野で活躍する素質があるとされます。直感力、インスピレーション力が高いので、自分が感じたことを信じて行動すれば間違いがないタイプと言えるでしょう。魅力的で他人から好かれる人が多いのも特徴で、人気者になれる素質があると言えるでしょう。日頃から人を大切にしているタイプなので、困った時には不思議と人から助けてもらえるような方です。創造性が活かせる芸術家、音楽家、作家、クリエイター、デザイナーや芸能界や講演家など、人気を必要とする仕事、飲食業界などにも向いているとされます。ここからは月球と親密に関わる手相を紹介していこうと思います。一つ目は人差し指の下から伸びる頭脳線ですね。こちらが月球に入るような形になっている場合です。このタイプは空想的な発想やアイデアが豊富で、創造性や感性が活かせる仕事や環境が合っているとされます。想像力や創造性、豊かな感性を生かして芸術分野や音楽の世界、作家や芸能界で才能を発揮する人や企画力を生かせる分野、クリエイティブな世界で活躍する人もいらっしゃいます。文系方面が向いています。また美への憧れや華やかな世界が好きなロマンチストでもあるでしょう。夢や想像力を膨らませたり、自由にあれこれと考えることが必要なタイプなので、一人になれる空間や時間を作ることで心を落ち着けたり、より一層能力を磨くことができます。ただし神経質に物事を深く考えすぎてしまう傾向もあるので、あまり考えすぎないようにすることも大切だと言えるでしょう。ただそのような面が強く、人を大切にできる人なので、周りからは信用され、不思議と得てもらえる機会が多いとされます。次は中指へ向かって伸びる線、運命線が月球から現れているタイプについてです。こちらは人気運命線と呼ばれていて、周囲の人から好かれる特別な魅力を持つ人に現れます。この層の持ち主は困った時や苦しい時に不思議と周囲の人からの協力や援助があって救われたり引き立てられる人で、それによって運を伸ばしていきます。まさに月球の恩恵をしっかり受けている手相だと言えます。ただやはりこの層の持ち主は日頃から思いやりの気持ちを持って人を大切にしている人なので、そのように引き立ててもらえるのでしょう。この層の人は自由にのびのびと育てられた人も多く、素直な性格であり、純粋で人当たりも良く、大人になっても可愛らしさがあるタイプです。環境やその時の状況に素早く順応できる特徴もあります。人から好かれたり信頼されるタイプですので、人気を必要とする仕事、例えば自分のファンや顧客を増やしたい芸能関係の仕事や、人と接するサービス業や接客業、水商売などにもその能力を存分に発揮できます。次は月球という部分から薬指の下へ向かって伸びる太陽線の持ち主です。こちらも月球の意味が強く影響し、周囲からの人気や支援で運命が開いていき、名誉名声を得て大きな成功を収められるタイプです。太陽線としては非常に長い形になるので、このような層の持ち主は有名人や大物になれる可能性を大いに秘めていると言えるでしょう。また豊かな発想力や想像力を生かして芸術芸能の分野で才能を発揮し、大成功を収められるタイプでもあります。次は人差し指の下から手の付け根へ向かって伸びる線、生命線に月球に向かう枝分かれがあるタイプです。この形は旅行線と呼ばれる層になり、生命線の半分より下の方から出るのが特徴です。
この層の持ち主はまめに旅行に出かけることが基地で、旅行で英気を養い、自分にいい刺激を与えることでそれがプラスに作用し、人生の後期に恵まれやすくなります。旅行に行けない状況であれば、家にいるよりなるべく外出をしていろいろな場所に行くことがおすすめです。仕事で言えばデスクワークよりも外回りが向いているタイプと言えます。初対面での印象がいいのも特徴で、旅先で出会った人と大きな事業を成し遂げられるような人にも多く見られます。海外との縁も強いことを意味しています。次は月給の下部付近に 1,2 本の斜め線が上る寵愛線についてです。この層は人気線とも呼ばれ、不思議な魅力にあふれ、誰からも可愛がられたり好かれる人に現れる幸運の層です。周りの人を楽しい気持ちにさせてくれるタイプなので、この層を持つ人の周りにはいつもたくさんの笑顔があります。人と接したり人前に立つことが向いている人だと言えるでしょう。以上、月給に関わる幸運の層についてでした。いかがだったでしょうか。はじめにも紹介した通り、困った時や苦しい時は不思議と人からの援助があるようなタイプです。それは日頃から自分が周りの人へやっている行いが非常にいいということも示しています。ぜひ今日紹介した層を持つ人は、人のありがたさに感謝して人を笑顔にしたり人のためになることを心がけていくことで運気が上がっていきますので、覚えておいてください。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。